皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。水原一平氏の問題ですが、日を重ねるに従って様々な細々したことが報じられています。今度は、大谷翔平選手から歯の治療費、930万円猫ババしたのではないかという疑惑が報じられています。あるいは、水原一平容疑者が日本に強制送還されるのではないかという話もあります。一体、どのような展開で日本への強制送還という話になったのでしょうか。詳しく見ていきたいと思います。ドジャース大谷翔平選手の元専属通訳、水原一平容疑者のさらなる悪行が判明しました。米連邦検察は2024年5月8日、日本時間9日、同容疑者が銀行詐欺などの容疑を認め、有罪答弁の司法取引が成立したと発表しました。水原容疑者は、違法賭博のために大谷選手の口座から約1700万ドル、約26億4000万円を不正送金したことを認めたといいます。そして、余罪も次々と明らかになっていきました。虚偽の納税申告書を作成し、約410万ドル、約6億3700万円の所得を申告していなかったというのです。また、2023年9月には、歯の治療で6万ドル、約930万円が必要になり、大谷選手のビジネス用の口座から小切手で支援を受けたものの、その小切手を同容疑者は自らの口座に入金。実際の支払いは大谷選手のデビットカードを使っていたというのです。小切手を猫ババされたことで、大谷選手はさらなる支出を余儀なくされたといいます。さらに約32万5000ドル、約5000万円分の野球カードも大谷選手の口座から購入しました。後に転売して儲けようと画策していたと見られています。連邦検事のマーティン・エストラーダ氏は、この被告の欺瞞と窃盗の程度は甚大であると断罪しました。彼は信頼を得ていた大谷を利用し、危険なギャンブル欲を満たした。我々は正義の鉄槌を下すことに全力を尽くすと宣言しました。聞けば聞くほどひどさが増していく犯行の数々、救いようがないほどの愚行でした。ネット上では様々なコメントが寄せられています。とんでもない男、早めに手を切れてよかったという声のほか、歯の治療に大谷選手のデビットカードが利用された点については、大谷が渡したのかなといった意見も散見されます。現地メディアによれば、司法取引が成立したことで、米国市民ではない水原容疑者は日本に強制送還される可能性が高いといいます。これまで最悪の場合、アメリカの劣悪な刑務所で過ごすとされてきた水原容疑者は、情報によれば強制送還されるかもしれないとのことでした。なお、水原容疑者の罪状認否は9日から14日に延期されています。これは九死に一生なのでしょうか。先ほども述べた通り、アメリカで収監なら命の危険も危ぶまれていました。ちなみに水原一平容疑者は、違法スポーツ賭博で約4100万ドル、約64億円の負けを抱え、大谷選手の銀行口座から約1700万ドル、約26億5000万円をブックメーカーに不正送金した罪などを認めることに同意したといいます。そして、九死に一生を得ることになりそうだと米メディアは報じています。8日、日本時間9日の米時アスレチックなどによれば、水原容疑者の国籍は日本のため、有罪確定後は日本に強制送還されることが確定的だといいます。ということは、刑期を務めるのは日本の刑務所になるのでしょうか。米国の連邦刑務所に収監された場合、日本と違って受刑者の自由度がはるかに大きいため、同容疑者はスーパースターから盗みを働いた有名人として徹底的にいじめられるのは確実と一部で報じられていました。マッチョマンでない同容疑者は、文字通り生命の危機もあると見られていました。管理が厳しい日本の刑務所での収監は、同容疑者にとっては渡りに船と言えそうです。皮肉なことではあります。ロサンゼルスの裁判所で行われる罪状認否は14日の予定です。その際、同容疑者は銀行詐欺と脱税で有罪を認めると見られていますが、両罪での最長刑期は33年間となります。しかし、米紙ワシントンポストのカニフ記者によれば、今回の犯罪レベルは29に相当するそうです。かつ司法取引が成立しているため、米刑期ガイドラインによれば7年3ヶ月、9年間の収監が見込まれるといいます。前述の通り、
米連邦検察は5月8日、大谷翔平選手の元通訳、水原一平被告が銀行詐欺と虚偽の納税申告の罪状を認め、司法取引が成立したと発表しました。違法賭博のために大谷選手の口座から約1700万ドル、約26億4000万円を不正送金したことに加え、司法取引の合意書の中ではさらなる悪行も明らかになりました。文書によると、水原被告は歯の治療のために6万ドル、約934万円が必要だと大谷選手に伝え、大谷選手は小切手を渡したといいます。しかし、水原被告はそのお金を現金化して自身の口座に入金しました。代わりに大谷選手のカードを使って6万ドルの歯科代を支払っていたといいます。さらに、2022年度の納税申告で課税所得を虚偽報告していたことも明らかになりました。水原被告は実際には結婚しているにもかかわらず独身であると申告しました。本来5000ドル、約78万円の控除額を1万ドル、約156万円として申請していたのです。また、同年の追加収入410万ドル、約6億3800万円を申告しなかったといいます。新たに発覚した猫ババに加えて、金のために妻の存在を消していたことに SNS 上では怒りの声が相次ぎました。今回新たに脱税容疑も分かったけど、虚偽申告に独身事項もあって、私としてはまた新たに奈落に突き落とされたような、本当に奥さんが気の毒で、掘れば掘るほど出てきてすごいな。つか、金のために妻の存在消すなよ。一平ちゃん、あんな美人な奥さんいるのに独身装ってたジラ腹立つな。事件が発覚するまでは大谷選手のパートナーとして注目されていた水原被告。騒動の直前には大谷選手のインスタグラムに投稿された集合写真などで水原被告の妻の姿が公開されており、その様子にも大きな注目が寄せられていた中での今回の事件。3月20日に行われた韓国でのパドレス戦では、マミコ夫人や大谷選手の母親と一緒に水原夫人が観戦する姿が目撃されていました。しかしその日の夜に事態は急変します。ニューヨークタイムズによると、試合後水原被告はホテルの地下にある会議室で大谷選手に借金を肩代わりしてくれたと口裏を合わせてくれるよう頼んだというのです。そしてそこに水原夫人も同席していたそうです。水原被告はESPN のインタビューで、妻は何も知らなかったと話していました。夫の違法ギャンブルや膨大な借金、そして大谷選手の口座から勝手にお金を送金していたことを突如知らされ、口裏合わせの相談にまで同席させられた水原夫人には相次いで心配の声が寄せられました。さらに今回書類上とはいえ結婚をなかったことにされていたことまで発覚しました。気の毒としか言いようがありません。身近な人を深く傷つけた水原被告は今何を思うのでしょうか。そして水原一平被告がギャンブルで負けた金をアメリカのリアリティショーに出演中の男性の口座に送金していたことが新たに分かったといいます。スポーツ専門チャンネル ESPN は8日、水原被告が無断でアクセスしていた大谷選手の口座からギャンブルで負けた借金を同元のマシュー・ボーヤー氏に支払うため、ボーヤー氏の知人でリアリティテレビシリーズザ・リアル・ハウスワイブズ・オブ・オレンジ・カウンティに出演中のライアン・ボヤジアン氏に送金していたと報じました。ボヤジアン氏の口座には2022年2月から2023年10月までの間に大谷選手の口座から少なくとも1500万ドルが送金されていたことになるといいます。金はその先ラスベガスなどにあるカジノのギャンブル用口座に送られ、ボヤジアン氏はボーヤー氏と共にチップなどに変えてギャンブルを行い勝った場合現金化していたといいます。ボヤジアン氏はボーヤー氏とは20年近い付き合いで、ボーヤー氏はギャンブルなどが原因で2011年に破産申請をした際の書類には24万5000ドルを貸していたとして氏名が記載されていたのです。本人のインスタグラムには海辺やプールなどでシャンパンボトルのようなものと一緒に写る写真や動画が投稿されていました。ボヤジアン氏は免責を条件に捜査当たり局に協力しているとみられ、弁護人は取材に対しノーコメントとしているそうです。いかがだったでしょうか。今回は水原一平氏の事件についての続報を見てきました。次から次へと悪行が明るみになって生きている水原一平氏、収監されるのがアメリカではないとのことですが、今後についてはもちろん前途多難です。
立て直しようのない人生、そしてそれに付き合わされた水原夫人、歯止めが効かなくなるとはまさにこのことで、結局のところお金にだらしない性格だったということなのでしょう。この先どのような手続きが取られ日本に送還されるのかは分かりませんが、それはそれで大変な話題となりそうです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。